この座り方は完全に足がしびれちゃうから。はい、 AKB48 チームメイト愛媛県代表チーム42の高岡薫です。よろしくお願いします。ろれつ回ってなかった高岡薫です。はい、今日もショールームやりますよ。今日はね、ちょっと夜公演があるので、ちょっとこの時間に配信します。まあ40分ぐらい配信しようかなと思っております。ただいまお昼ですけれども、お昼、まあお昼っちゃお昼、まあお昼も近いお昼も近いんですけれど、皆さん今日の調子はいかがですか。ではちなみに昨日メールでは書いたんですけど、私ついに高校生ぐらいの時に買った汗拭きシートをやっと使い始めました。こちらですね。これ拭き取り用化粧水なんだ。違う、拭き取り用化粧水、汗拭きシートと思ってたけど拭き取り用化粧水なんだ。知らなんだ。こちらスパイダーマンのパッケージのマーロデザインボディシートでございます。顔までしっかり拭ける、そう、顔までしっかり拭けるらしいです。これそう、私の記憶ではね、高校生ぐらいの時に買ってて、高校生ぐらいの時に買って、なぜかずっと開けてなかったんですよ。そう、そうで、いやもうそろそろ使わんとやばいなと思ってね、使い始めました。やっぱ夏は結構汗をかきますから。そう、そう、一回も使ってなかった、だから使えるんですよ。そう、もう当ててもなかったから、その、あ、やばい、この座り方はマジで足がしびれるね。そう、あの本当に一回も使ってなくて、もうあのこれ、いや大体さ、こういうのって売ってる時ってさ、もう一個さ外にパッケージあるじゃない。もうそっから当ててすらいなかったから、そう、当てたら全然使えた。ビッグアップルの香りって書いてるけど、ビッグアップルって何なんでしょうね。リンゴの大きさで香りってそんなに変わるもんなんだろうか、分からんけど。めっちゃ昨日練習終わってからこれで拭いたら相当スースーしてそう、そのスースーが結構続きましたいや、いいんだけどね、いいんだけど、ちょっと多分今日の公演でも使うかなと思っておりますので、持ってきております。そう、昨日メールには書いたんだけど、なんかまあ私スパイダーマン好きなんですけどね、でもそのまあちょっとスパイダーマンなんかいろいろちょっとごちゃごちゃだからさ、ちょっとあのまあいろいろあると思うけど、ちょっとその作品の権利がうんたらこんたらとか一応調べたけど、ちょっとぶっちゃけ理解はそんなにできなかったんだけど、まあ私もそのスパイダーマンの作品全部見てるわけじゃなくって、ちゃんと見たのはスパイダーマン一番最初の作品
とあとノーウェイホームとかのね、でもあれ一番新しいのはノーウェイホームだよね。だよね。ノーウェイフォー、ノーかな。ノーウェイホームはね、結局見に行けなかったんですよ。忙しすぎて。で、その前の2作品は見たんだけど、でもそれぐらいなんですよ。で、あとはもうあの、スパイダーバース、アニメですけど。そう。で、まあ、私自身もそのスパイダーマンは全作品見てなくて、で、アベンジャーズというか、マーベル作品も全然見れてないんですね。そう、私はスパイダーマン好きですけど、好きなんだけど、そうアベンジャーズは全部追い切れてないんですよ。そう、なんかなんだっけな、なんだかんだでそのノーウェイホームが公開された時ってなんだかんだで忙しくってさ、映画をそんなに見に行けなくって、そうだから行けなかったんですよ。カレンちゃんと行こうねって約束してたんですけどね。そう、なんかもうまともに語れそうなのは私スパイダーバースしかないんですけど、で最近すごいマーベル作品の大ファンの人に会いまして、なんかそうめっちゃ語ってくれたんですよ。わーすごいなーって思いながら、めっちゃ語ってくれるって思ったんだけど、なんかそんな中私スパイダーマン好きなんですってめっちゃ言いづらくってそうすごい言いづらくってもう言えなかったんですよね。なんか私全然作品終えてないけど、そんな状態でスパイダーマン好きですなんて言っていいのだろうかってちょっと気が引けてしまってね、言えなかったんですよ。そう、私スパイダーマン好きなんですっつってうーんってなりながら、そうほんとになんかまともに語れそう、まともに語れるのマジでスパイダーバースだけなんですよスパイダーバースは本当に好きだからさ、まあアニメーション映画なんですけど、スパイダーマンのスパイダーバース、そうでもずっと聞いてて、そうまあでも私マーベル作品はほとんど見たことがないんですよ。そうなんかまあアベンジャーズは見たいし、なんかキャプテンアメリカとかアイアンマンもね見たいなって思ってるんですけど、その結構やっぱシリーズ多くて、なんかアベンジャーズのエンドゲームも本当は見に行きたかったんだけどさ、アベンジャーズ全然見たことないからいろいろすっ飛ばしてエンドゲーム見るのは絶対にあかんと思って、そう友達もいやあれはもう最初から見ないとちょっとマジでやばいからやめた方がいいっつってなって、そう全然ね見れてないんですよマーベル作品。まあでも私ちょいちょいスパイダーマンのグッズ潜んでるんで、まあいずれバレるのかなとか思いながら、いや別に隠してるわけでもないんだけど、いずれバレるんかなって思いながらそう一番使うシャーペンが私スパイダーマンなんですよ、ユニバーで買った。そうそういえばユニバでさあったんだけど、そうハンターハンターあるじゃん、まあ私ちょっと今回はいけないかなって思いながらね、あーちょっと行きたかったけどまあしょうがないかって思いながら、そうちょっと行きたかったけどまあ今回はねちょっと行けそうにないぜっていう、髪ふわふわだな髪ふわふわだな、たまに糸飛ばしたりしない、大丈夫です、そういう機能はついてないシャーペンについてたらちょっと困るよ困っちゃうよそれはね。あ、仕事頑張って。そうなんかね、まあ8月末までそのハンターハンターユニバとコラボしたアトラクション出てて、まあ 4D のなんかなんて言うんだろうか、
映画じゃないけどなんか 4D のショーみたいなのが見れるんですよ。でもそんなね、もう自分の好きなキャラが 4D でってさ、なかなかないから、そりゃもうぜひとも行きたいですよってなったんですけど、ちょっとね、まあ、まあ昨日一人で行こうかなとか考えてたんだけど、ちょっとやっぱ怖いなって思ってね、あのコロナがね、そうだから、あーちょっと悲しいけど今回は諦めようかなって思って、そう、ね、だからちょっとタイミングが悪かった。なんかなんだかんだでなんか5月6月ぐらいで行けるかなって思ったら全然行けなくて、なんか意外と忙しくてそれは本当にありがたいことなんですけど、そう、なんか愛媛もすごいじゃん、だってもうね、え本当になんでこんなことになったん、なってしまったんだと思って、やっぱそう月末ジョンマイラブありますし、8月もちょっとなんだかんだで行けない、忙しいからさ、うん、まあ今回は諦めちょっと消化に時間かかるけど、ちょっと今回は諦めよう。ちょっとグッズが欲しかったんだけどね、ちょっとクッってなって、そうでもまあなんかそれでもう、あーもうめっちゃしもう本当に悔しいんですみたいにはちょっとはならないのは、多分私が過去にハンターハンターのあのグリードアイランド編のリアル脱出ゲームで相当満足したからだと思います。そう、あごめんね、別にそうこのタイミングで目の方いじったらね、えってなるよね。いや違う、目にゴミ入ったかもなって思っただけなんだよね。ちょっと待ってね、そうだな、これにしよう。この私がメイクするときによく使ってるこの拡大鏡、ピューロランドでだいぶもう使ってて、もうちょっと色が薄くなってきてますけど、全然大丈夫だったわ、気のせいでしたね気のせいだった。可愛いでしょこれ。これはねイースターの時に買いました。そうピューロ限定の拡大鏡です。私はメイクする時、アイメイクとかは特にこういう拡大鏡を使ってやってます。指がかゆ、そう、なんか私拡大鏡同時に3つぐらい持ってる時あって、で1個はねちょっとまあ壊れたわけではないけど、ちょっと持ち歩くのにはちょっとあれかなって、ちょっと鏡が外れちゃって、まあ完全に壊れてるんですけど、まあ完全に外れたからね使えないわけじゃないんだよ、まあ使えるっちゃ使えるけど、ちょっと持ち歩くのにはちょっと危ないなって思って1個置いて、でもう1個はまあもう外出る時とかに使おうかなって思って、あんま使えてないかな。もう今はこれを一番使ってる。昔はねあのパッソの拡大鏡をもらいましたけど、ちょっとひび入って、じゃあさすがにこれ使えないなって思って、そう置いてはいるけど使ってないっていう感じ。アイメイクする時とか拡大鏡はやっぱ便利です。そう私は重宝してます。このイースターのさアメリカンダイナーな感じめっちゃ好きなんですよ。ピューロイースターの、そう割となんかモチーフアメリカンダイナーでさ、もう私もうドンピシャだから、もう好みがもう好みドセンターん、よくわからん、そうめっちゃ可愛いから本当に好きで、
そうなんですよ。ごめんね、あくびした。これね、ちょっとわかる？このあ、ちょっと画面じゃわかりづらい。なんか画面で見たらそんなんだけど、これ実物見たら結構もうキキのさ、髪の色がもう薄くなってるんですよ。もう青が薄くなってきてる。そう、めっちゃ薄くなってきてるんですよ。そんだけ使ったっていう証拠ですよ。これイースター限定です。もうね、今売ってない。もうおととし、あれいつだっけ、おととしか、おととしのイースターの時限定で売ってましたね。また今年は別でイースターのグッズがあって、まあでも買わなかったんだけど、買えばよかったな、ちょっと後悔してる。まだショップにあるといいんだけどな。これは8の日はもうね売ってないです。これは売ってない。そう、ワンチャンねあったらいいんだけど、でも最近あれなんでね、ピューロのオンラインショップもちょっとあんまり なんでかあんまり動いてないんだよね。どうだったっけ、よいしょ。なんかまあ私ピューロに行けない時は結構ピューロのそのオンラインショップとかでグッズ注文することも多くて、そう、まあ、一応なんかそのサンリオのオンラインショップで買えるものもあるんですけど、そう、一部商品販売終了って書いてるんだ。そう、グッズかわいいんだよな。まあ、そう、運が良かったらまだ売ってるってこともあるからさ、そう、まああったらいいなとは思うけどね、どうでしょうねっていう感じ。そう、
最近はあれですね、なんか歌プリとのコラボのグッズが売られてます。でも私は歌プリのこと本当に知らないのでちょっとね、歌プリマジで知らないな。そう思うと、あとは最近推しキャラ工房っていうのがあるらしいです。推しキャラ工房については私は全然知らないんだけど、例えばじゃないけど、そうだな、まあ私が選ぶんだとしたら、このダニエルのシェフでキティちゃんと一緒に写ってるものかな。洗濯、ああトートバッグとかタオルとかキャンバスアートとか T シャツとかが作れるんだ、推しキャラ工房で。なるほどね。はい、そうね、私が選ぶとしたらそれかな。そう、なんかまあいろいろその推しキャラ工房は、まあ、いろんな写真があって、まあ、その中から一つ選んで T シャツかトートバッグかタオルかキャンバスアートが作れますよっていう感じかな。そう、指がめっちゃかゆいわ今日、なんでだろうか。そう、今日なんかめっちゃ指かゆくて謎すぎ。そのちょっとピューロイースターのグッズ今年買えなかったのはちょっと心残りですけど、まあなあ、まだもしかしたらワンチャン残ってる可能性もあるんだけど、そう、うなずくまあね、ピューロイースターのグッズ何も持ってないっていうことではないけど、今年のはねちょっと買わなかったかな。まあ今はもっとやっぱキティちゃんとダニエルの缶バッチっていうかバッチはちょっと買いたかったけどなーみたいな感じですね。そう、エイトの日もしあったら買えないかなえーってなるけど、まさかのエイトの日。はい、まあなんでピューロの話になった、あ、思い出した、あれか、拡大鏡の話からそれになったんだ。
わ、めっちゃ髪ふわふわ。なんかそう、毛量はね、まあ普通ぐらいなんですけど、やっぱ髪ふわふわだからちょっと多く見えるんですよね。広がってというか、そう、まあ、なんか毛量なんてね、ぶっちゃけ昔に比べたら相当少なくなりましたけどね。うん、でももう美容院さんからもあんま好かない方がいいって言われて、もう私も好いてない。そう、これ以上はちょっと好きすぎるとあれだからって言われて、確かに。そう、別にね、そう、まあね、ちょっとまとまりづらい髪ですから私も。まあ梅雨とかは特にね、なんかストレートにしてもあんま意味なかったんだよ。なんかもう結構それが悲しいってなったんですけど、そう。そう、今日の髪型どうしようかなって思って、まあ定番のハーフアップなのかなって思いながらそう、なんか、まあ、いろんなね髪型したいなとは思いつつ、でもやっぱ自分一番自信持てるのがハーフアップなんですよ。その私はハーフアップが一番似合うと思ってるからさ、なんか困ったらハーフアップにしてる。そう、なんか一番自信持てるのがそれなんですよ。うん、でもハーフアップしかしなさすぎてちょっとさすがにあれかなとか思いつつ、でもやっぱストレートハーフアップが一番好きなんですよ私、髪型そう、髪型はそれが一番好き。まあストレートおろしがめっちゃ好きなんだけど、ライブ中だと割とボサボサになりやすいからハーフアップにしてるんですね。そう、まあハーフアップが割と自信持てる髪型です。あ、こんなお昼にまたプロポーズをしてくださった方がいらっしゃいましたが、まあね、私は大体そういうコメントを見たらいつもこう言ってます。私をお嫁さんにするのはやめた方がいいよはい、さよなら。さよならじゃない、さよならはさすがにするよ。でもそう、私とはね結婚しない方がいいです。もっといい相手、あなたにはもっといい相手がいる。まあ本気で言ってないと思うんだけどこれで本気だったらごめんなさいね、本当に。やばい、足しびれちゃった足がしびれちゃったよ。右足しびれました、完全にこれ完全にしびれちまったな。よいしょ。
応40分経ちました。あ、ありがとうございます、教えてくださって。助かるわ助かるわって言い方あれですけど、はい、ありがとうございます。まあ私はね、あれちょっと、私はまあそんな、私は最近ちょっとアイドリッシュセブンが自分の中で再熱してきて、再燃してきてて、自分の中でまたね、あ、まだ30分だった、オッケー、そう、自分の中でちょっとまた再燃してきててね。まあアイドリッシュセブンはすごい細く長くって感じだったんだけどね、そう、ちょっと最近こうなってる自分の中で。そう、やっぱ波がね、やっぱいろいろあるんですよ。私も好きな作品とか多いから、そう、やっぱ波っていうのはあって、どうしても、まああとハンターハンターはもう長いですね。なんか、まあ、特にハマる時期っていうのはあるけど、なんかもう細く長くずっと好きっていう感じですね。アイドリッシュセブンじゃなくてハンターハンターは、なんで間違えた（笑）そう、ハンターハンターは割と年中好きな作品だかも。なんか友達が最近好きハマってる作品あんのっつって、ハンターハンターなんだっつったら、あんたそれ年中ハマっとるやんって言われた。確かに。あ、初見さんありがとうございます。そういえばなんかハンターハンターのなんかあのシールがついてる、なんでウエハースだっけか、ちょっと忘れちゃったけど、が発売されたみたいでね、まだ私ちょっと見たことないんだけど、そう、実物をね。でもなんかそう、私あの、ま、昔は前にちょっとプリキュアのさ、カードついてるウエハース買ったんだけど、まだ開けてないんですよ。ウエハースお菓子食べないからさそう、もうなん、まあその時は欲しくて買ったんだけどね。いや、もう私今お菓子食べないんだよなって思いながら、そう、まあ置いとけばいいんだけどさ、そう、あとそれで思い出したんだけど、全然関係ない話ですけど、昨日ね、あの夏目友人帳の一番くじがまた新しいのが発表されて、今度は A 賞はフィギュアっていうことで、これは欲しいなと思いつつ、フィギュアかってなってます。 A 賞か、私 A 賞のフィギュアとか当てたことないんだよね。一回さ、その夏、過去に夏目友人帳のなんか夏祭りをテーマにした一番くじで A 賞がフィギュアだったんですよ。うわ欲しいって思いながら頑張ったけど、その時 C 賞とかが当たって、ぬいぐるみ、まあそれはもちろん嬉しかったんですけど、 A 賞あったことあんまりないからさ。まあでも言うてあれだわ、さくらちゃんのあのチャームがいっぱい商品になってる一番くじでは A 賞当てたわ。そう、で、あと昔コナンのあの根性のフィストの時に劇場版賞みたいなのあってて、額縁に入ってるあの絵をもらいましたたまにね、そう、たまに、あ、え、あ、え、みたいな感じでなる、ああ、当たったよっていう感じの時あるんですけど、そう、
旅行先でフィギュア当たって困った。あは割と確かになんかそういう時あるね。私もなんかそうだからその劇場版のその額縁入りのアートが当たった時は、まあ、なんか用事があって外に出てて、で帰りのコンビニでたまたま見つけて、あじゃあ試しに2回ぐらいやろうって思ってやったら、1個はアクリルスタンドが当たって、もう1個その絵で、やっべ袋とか持ってきてないよって思いながら、一応なんか半分ぐらいしか入りませんけどレジ袋に入れますって言われて、ありがとうございますって入れたけど、まあ入らず、もうまあほぼすもう手で持ってて、ちょっと恥ずかしかったですけど、そうそうなんですよ。なんかそういう時に当たるよね。なんか狙ってない時にやっぱ当たるじゃん。そのさくらちゃんのも狙ってたわけじゃなくて、そうまあどれが当たってもよくって、そうでもまあステンドグラス風のチャーム欲しいなみたいな感じで思って2回ぐらい引いて、でこれで A 賞当たったら面白いねみたいな感じで言ったら、本当に当たって A 賞がケロちゃんのぬいぐるみもらいました。そうだからまあ自然体でさくじ引くのが一番なんでしょうね。まあ、私夏目友人帳に関してはもういつもチャーム目当てで引いてるからさ、そうあでもフィギュアちょっと欲しいよ。まあフィギュアあんまり集める方ではないんだけど、ちょっと欲しいなって思いつつ、結構一番くじのフィギュアとかちょっと欲しいなとは思う。でもあんまりね、その私が引く一番くじ A 賞がフィギュアっていうことあんまりないんですよ。そうあんまりはないかな。そう夏目友人帳もたまにしかその A 賞フィギュアにならないし、でも私一番くじは基本的に夏目友人帳ぐらいしか引かないんですよ。そう夏目友人帳は本当定期的に一番くじやってて、まあ、大体春夏秋ぐらいに1回ずつ、もう年に3回ぐらいは一番くじになるんですよ。そう、うん、年に3回ぐらいはなるね。そうだからまあね、今回はちょっといいかなっていう時もあれば、今回絶対引こうみたいな時もねあります。まあそれは本当バラバラでございますよ。うなずき。そういえばあれだ、プロポリスキャンディーなくなったからそろそろ買わなきゃだ。そう私の愛しのポルポルプルルル口回ってなかった、大丈夫かな。私ユニット曲ひび割れた鏡なんですけど、サビのギザギザと走ってる悲しみががめっちゃ苦手なんです。今ギザギザ言えたんだけど、ギザギザが言えなくて、なんかそうめっちゃ苦手なんですよ。歌の先生にも言われたんですけど、大丈夫かな。プロポリスキャンディーが今日まともに言えなかったんだけど、ちょっと今日は口が回らない日ですね。
ちゃんと発声練習しなきゃはい、ということで、じゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思います。じゃあランキングを読んでいくよ。13位からさん、12位はなさん、11位としくんさん、10位がこれは3000位なぎさんでいいかな。9位、でもこの前も多分同じこと言ったな。9位ドクタケさん、8位なつきさん、7位ネギ大佐さん、6位飯田ひろゆきさん、5位ろみちさん、4位まもさん、3位夏目さん、2位たまくにさん、1位がはやちゃんさんでした。はい、配信ね、見てくれてありがとうございます。びっくりした、お昼だから、お昼だけど嬉しい、ありがとう。ということで、じゃあ今日も見てくださってありがとうございました。サムネイル公演頑張ってまいります。イエイ。じゃあまたね。最後の挨拶めっちゃできた。またね、またねみたいな。じゃあまたね、ありがとうございました。